はい、皆さんこんにちは。今回何かし言及させていただきたいかというと、番組をご視聴いただいている方から質問いただきましたので、その質問に対してのご回答をさせていただきたいと思います。この間、タイに関して、一番世界でおすすめできる国タイというふうにお伝えさせていただいたんですけど、それに対しての質問ということで視聴者の方からいただきました。これは何に関してかというと、タイが、まあ、おすすめということで、タイの中でおすすめの名所、観光名所はどこになりますかということです。タイということで、日本から大体6時間とかね、まあ、行きが大体6時間半、帰りはこれプラスマイナス1時間ぐらいなんだけど、タイという国、まず首都はバンコクです。人口で言ったら全部で6600万人ぐらいの国で、首都のバンコクはその一極集中で今、まあ、イサンとかね、田舎の方からいっぱい出てきて人口が結構増えてるところです。その中でタイのバンコクっていうのはまず行くところではあると思うんです。バンコクということで、まあこの間行った時はバンコクしなかったですけどね、タイに関しては、ね、だからバンコク以外にとかいっぱいいいとこありますけど、バンコクだけを見ても、都市派、いわゆるその東南アジアの、東南アジアの大都市っていうのもね、ムンムン熱気でムンムンとした感じじゃないですか。そういった雰囲気が楽しめて、活気を感じられる、そういった意味ではバンコクって面白いと思うんです。確かに今 PM2.5 とかがね、騒がれていて、空気があんま良くない、大気汚染が進んでるような実情で、気管支が弱い人はちょっとあんま良くないのかなって感じはするんだけど、そういう時はマスク持ってた方がいいです、そういう人はね。で、その中でまあバンコクの動画に関しては今も結構いろいろアップさせていただいてるんだけど、バンコクから気軽に行けるアユタイ遺跡ってあります。これ一泊してもいいんだけど、自分はまあバンコクに、タイのバンコク駐在してたんで、その時にまあアユタヤの遺跡のツアー、まあ、これは旅行会社働いてたんでね、無料のあれで行きましたけど、視察で行かさせていただきましたけど、その中でアユタヤに関しては、まあ、もちろん行くべき世界遺産ですから、70キロぐらいです。日帰りでも行ってもいいし、まあ、もし泊まりで行くのもありなのかなって感じはします。日帰りで行ける範囲です。で、あとは、やっぱりその、タイのバンコクの中で主要な観光名所っていうのは、まあ、タイに王様がいます。王宮であるとか、あとは、その周辺ね、王宮であるとか、ワットポー、三島由紀夫、ね、赤月の寺は有名だと思うんだけど、ワットポーとか、ワットプラケオ、ワットポーとかいろいろあります。それと、寺院巡りね、仏教国ですから。それは面白いと思います。カオサン通りに関しては、いわゆるバックパッカーがたまる地域ということで、まあ最近カオサンは行かないんだけどね、結構離れてるんで、自分はスクビット通りが好きなんで、スクビットのところにも、私、ソイの26住んでたんで、BTS のプロンボ駅のね。カオサンはそんなに泊まったことはないです。でも、カオサン通りというのは逆にバックパッカー的な感じを楽しみたいのであれば、カオサンかなって感じはします。ガンガン音楽かかってるんで、静かな方が良ければ離れた方がいいんだけどね。カオサン。で、あと、チャオプライア側に結構おしゃれだね、まあ、アジアンティークマーケットって最近できて、それもまた今度アップしますけど、そういったマーケットもできましたし、そのチャオプライア側が結構汚いですけど、クルーズするのも面白いかなって感じはします。そして、ボートが今まだ行き交ってます。かつてはまあ、アジアのね、ベニスと呼ばれたほど水運が張り巡らされてたんだけど、最近はやっぱりそういうバスとか BTS とかね、地下鉄なんかもできて、その需要が減ってしまって、利用する人が減って廃線になってしまったりしたんだけど、今のねその水運が張り巡らされて、それをボートが光ってる姿ありますので、ボートなんか乗るのもいいかなって感じはします。あとは、そうですね、夜の繁華街といえばやっぱり前アップさせていただいたタニア通りとかね、パッポンとか、パッポンなんかの偽物がいっぱい売ってるんだけどね、ゴーゴーバーとかだったらパッポンとかソイカウボーイとか、あとはナナプラザ、この3箇所で、そういったところになります。パッポンは買い物もできるということ。タニアドリアは日本人向けのカラオケ屋が多いところです。で、あとは、ですね、まあ、BTS のスクイミットの周辺、アソーク、プロンポンの周辺なんか結構おしゃれで良かったりして、ベンチャーシリ公園とか、まあ大して何もないんだけど、ジムの機会があったりとかね、しますし。あとは、アソークターミナル21、福岡商業施設、この間なんかイタリア人がそこで自殺したみたいですけどね、そのターミナル21なんかもいいかなって感じはします。あとは、タイのバンコクで楽しむことの一つとして、まあ、マッサージです。いかがしいマッサージ屋も多いんだけど、純粋でマッサージも結構多いので、まあ、それって大体見て、女の子の着てるものとか、化粧の仕方大体わかるんだけど、スードマッサージ屋で、例えばフットマッサージとかタイマッサージ、今まあ円安で、さらにちょっと物価が上がって、だんだんちょっと上がってるんですよ。さらに円安なので、
昔に比べたら割安感は感じ、まあ少し、あまりね、感じなくなったので、でも日本で受ける多分10分の1ぐらいの価格で受けるので、そういった意味でもやっぱりマッサージはいいのかなって感じはします。で、バンコクということで、そんな感じです。で、バンコクから、ちょっと離れるとですね、パタヤってあります。パタヤってまあ一応の歓楽地でもあります。ビーチリゾートでもあり、歓楽地でもあります。だから、いわゆる、ゴーゴーバー、パタヤのウォーキングストリートとかね、ゴーゴーバーとかたまにクラブも溜まってるし、あとは、ソイ6から8のあたりってバービアが溜まってるので、まあそこでちょっと飲んだりすることもできます。これはまあ、男性向けでは男性向けで、パタヤのビーチということで女性だけでも来てるするので、まあ旅行会社が組んでますからね。だから、ビーチ自体はそんなに奥行きがなくて綺麗でもないんだけどね。だから南東なんか行くと綺麗だけど、最近南東っていうのは中国とかロシアの観光客がすごく増えて、まあすごくちょっとうるさかったりするんだけどね。で、まあ一応ビーチリゾートとして楽しめるならパタヤであります。で、ホアヒンの方がどちらかといったら、250キロぐらい離れてる、200キロ、250キロ離れてるのかな。ホアヒンの方が静かな、海です。だから、タイの王室の保養地としてもね、知られてるところなんだけど、ホアヒンチャームってあって、チャームのあたりだと結構ヒルトンとかシェラトンとかね、いろんなもう、ヒルトンとかシェラトンとかそう、いろんなこういう、高級リゾートが溜まってるところなので、ちょっと贅沢に高級リゾート泊まりたいんであれば、パタヤ、まあパタヤにもヒルトンあるんだけどね、パタヤよりもホアヒンの方がいいのかなって感じはします。女遊びする人っちゃ大体パタヤ行きますけどね。で、まあこのチャンネル見てる方もいらっしゃるのでね、あれですけど。で、ホアヒン。で、サメット島ってあります。サメット島。サメット島に関しては、これ一回だけ行ったことあるんですけど、サメット島って皆さん知らないライオン。だから、バンコクからも行けます。で、サメット島もなかなかいいです。特に西側ね、西側に四つ星のホテルが2つ泊まってて、一回ルビマンコテージっていう四つ星のホテル泊まったんだけど、夕日がすごく綺麗でしたね。だから、サメットもおすすめできるかなって感じがします。だから、バンコク近郊で、一番おすすめのビーチ、リゾートはどこかって言ったらサメット島かなって感じがします。パタヤよりちょっと遠いですよね。パタヤよりさらさら先に行くので、まあ、それでもその日に行ってっていうことができるのでね。いいかなって感じがします。サメット島ね。で、あとは、チャント。チャントに関しては、2年ぐらい前に行きましたけど、タイとの国境地帯という、あ、タイとカンボジアの国境地帯ということで、まあ、プーケットに次いで2番目に大きな島です。で、チャントに関しても、まあ、動画チャンネルアップさせていただいてるんだけど、チャントということで、まあ、のどかさが残ってます。まあ、最近タイ、バンコクなんか特にそうなんだけど、高層ビルが建って、まあ、昔の面影がなくなりつつあります。そんな中、まあ、昔のタイの風景を楽しむことができるということで、ちゃんとね、ちゃんとでも東海岸はそんなに綺麗、西海岸はそんなに綺麗でもなかったんだけど、東海岸のちょっと南の方行くと、割と綺麗なビーチがあったかなって感じがします。ちゃんとなんかもちょっとのどかな雰囲気を楽しみたいのであれば、お勧めできます。これはバンコクから、バスで大体6時間ぐらいかかっていきましたけどね、そこから船乗って行ってって感じだったんだけど、そこでまあ、スクーター借りていろいろ行きました。まあこれがバンコク周辺です。で、あとはカンチナブリ。カンチナブリなんかを2回、3回かな行きましたけど、いわゆる戦場にかける橋、映画でね、有名なのは戦場にかける橋ということで、日本軍との、まあ、橋を敷設したって有名ですよね。そのカンチナブリなんかも、まあ、割とね、いいかもしれません。まあ、何泊かしてみる。まあ、この間行った時は日帰りで行きましたけど、まあ、戦争博物館とかもあったりして、あとは、社員旅行みたいなので行った時はね、普通にリゾート見たくなってたんで、ちょっと森林があって、なかなかいい感じでした。カンチナブリということで、まあぜひ行っていただきたいかなって感じがします。バンコクからも日帰りで可能で行くことが可能です。で、そこからまずは北部ね、まあタイに関しては大体いろんなとこ行ったんだけど、タイのイサン省以外、イサンはノンカイ行ったか、ノンカイなんかいなくなったけどね。で、スコタイ、ピシャヌロークという、ピシャヌロークはそんなに大したものないんだけど、スコタイあります。スコタイっていうのは遺跡が、世界遺産の遺跡があります。だからここで日本人女性が殺された経緯もあるんだけど、まあ、西側とか特に気をつけたらいいかな。うん。で、スコタイの遺跡ということで、遺跡が好きな方はすごくいいかなって感じがします。スコタイ行った時は確か2泊、3泊かな ?3 泊しましたけど、スコタイもなかなかお勧めできるところでございます。スコタイね。うん。だからスコタイでスクーターからピサヌロークまで行ったことあるんだけど、ピサヌロークということで、なかなかね、そこまで行く途中の道なんかもなかなか田舎、タイの田舎で良かったんですけどね、で、あとはチェンマイ。北部で一番最大の都市はチェンマイです。チェンマイというのはいわゆる京都みたいな感じで言われてるんだけど、お寺が旧市街があって、旧市街の中はお寺がいっぱいあります。
だからお寺巡りなんか結構面白いかなって感じはします。で、あとはいわゆるその象に乗れたりするエレファントキャンプなんかがあるので、象がサッカーしたりとかね、絵を描いたりとか、この鼻でね、なかなかそれが感動できるもので、エレファントキャンプ、ドイステープ、そこから見る景色とかね、あと旧市街、中で市場があったりとか、旧市街ちょっと外れてナイトマーケットが夜になるんであります。ナイトマーケットの雰囲気がすごく最高で、規模も大きいんです。そういった意味ではそのナイトマーケットなんかもすごくおすすめかなって感じがします。バンコクに比べたらまだ物価が安いと思うので、割とお手頃に遊べるのかなって感じがしますよね、うん、でチェンマイということで、でチェンマイから、数年前に行ったのがいわゆる明宝村とかね、明宝村パーイってあります。パーイっていうのは本当にその明宝村まで行く途中の交通の要所のところにできた町で、そこのところで今バックパッカーが多くね行くようになって、いろんな宿ができてきたわけだけど、すごく小さな町なんだけど、まあ、パイなんかもねすごく小さい町でちょっとこじんまりとした感じで、ちょっと旅人バックパッカーが多いところでおすすめって言ったらパイもいいかなって感じがします。チェンマイからバスが出てる 2,3 時間で確か行けたと思います。で明宝村がそこからまだ1時間半ちょっとかかるんだけど、明宝村ということでビルマとの国境地帯です。でそのあたりっていうのはまあ先日アップさせていただいた、いわゆるタイ北部のね、慰霊碑がいっぱいあります。これはビルマ戦線で敗れて、敗残兵として敗れて、同盟国タイに逃れてきた日本兵の方々が途中で来れるとか、上で亡くなってしまうわけだけど、途中タイの人に解放されて、救助されてね、生き延びた人々も多くいます。そういったところが残るのがタイの北部、明宝村ということで、いわゆるビルマからシャン族なんかの、ね、人々が来てたりするんだけど、そういった意味でも、おすすめできるところです、タイの北部で明宝村からそのいわゆるスクーターを借りてクンイアムまで65キロで片道往復で130キロ往復しましたけど、クンイアムには前にアップさせていただいた日本軍とタイの現地の人々との交流が知ることができるタイ日の友好記念館、これはねすごく行っていただきたいところかなって感じがします。北部なんか見てもやっぱりその山が多いです。遺跡山で、そこからじゃあタイのバンコク南側に行くとどんなものがあるかっていうと、今ハジャイに関してはこの間行きましたけどね、久々に。でいわゆるイスラム教徒が多いということで、あの辺り南部ってイスラム教徒が多いのが多いです。でプーケットに関してはビーチリゾートとしても知られます。ビーチリゾートということで、日本人にも人気のビーチリゾートということで、いろんなビーチ、プーケットの島の中にいろんなビーチがあるんだけど、パトンビーチが一番賑やかです。カロンビーチ、南のカロンビーチだと割と静かだったりするんだけどね。ヒルトンかな、ヒルトンか、ある。で、ので、まあ、プーケットなんかもなかなか俺も自分は好きで4回か、5回か行きました。で、ピピ島ということで、ピピ島なんかも海が綺麗でね、今マヤ湾が入れなくなったって言ったけど、今復活したのかな、確か。で、ピピ島なんかもすごくいいです。でビーチリゾート、ランタ島ってあってね、ランタ島って島あって、これも2回行きましたけど、そこもまた同じようにね、3番目の大きな島かな、タイで。で、海は割と綺麗で、のどかな風景が残っていて、そういった意味でランタ島ね、マレーシアからは割と近いところ、例えばマレーシアのランカウイではペナン島、ランカウイからランタ島っていう船が出ています、国際影響ね。サトゥーンまで行くのか。だけど、そんな感じで行けるので、そういった感じでアイランドホッピングなんかもいいのかなって感じはします。あとはサムイとかね、クラビとかもありますので、南に行けばビーチリゾートということなので、北に行っては、まあ、最後、総評として見させていただくと、タイということで、まあ最初、バンコクは都市リゾート。で、山、遺跡であれば、ユタヤとか、やっぱりスコータイの遺跡かなって感じはします。で、山、山岳リゾートを楽しみたいのであれば、やっぱり北部に行くべきだし、ビーチリゾートを楽しめあれば、やっぱり南に行くべきかなって感じがします。で、バンコクから気軽に行けるところとしては、ホアヒン、パタヤ、おすすめとしては、サメト島かなって感じがします。まあ、こんな感じでちょっと回答させていただきましたけど、また何か皆さんも何か質問があればね、質問いただければこのように回答させていただきます。とにかくタイはね、すごくいい国です。行ったことない方だとなかなか印象がね、つかないかもしれません。もちろんタイに行くっていうのは男性だけで行くってなんか女性を買いに行くっていう印象があるかもしれないんだけど、そうじゃないですよ。私は女性、タイイコール女性というふうに考えてしまうと私好きじゃなくてですね。タイはそうじゃなくて、タイの魅力っていうのは人々が優しい親日だし、で、北に行けば山、南に行けば海、で、料理もね、辛いの好きだったら全然好きで、もう美味しいじゃないですか。まあそういった意味で、この東南アジア独特の熱気、ムンムンしてる感じと、ね、熱帯のこの植物生えてる、そういったところが好きなんです。なので、まあそういった意味でちょっとお勧めさせていただきたいかなって感じはします。まあこんな感じで回答させていただきました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。